こんにちは、ブラックパレードの良平です。今回はですね、ジョインツのイベント最中なんですけど、もう実はですね、物販終わって、ありがたいことにほとんどのものが完売しまして、残ったものは多分ウェブにアップしてると思いますが、今日はね、ちょっと周りはあんまりちょっと人が多いんで、あんまり周りは多分他の YouTube 撮ってる人がいると思いますので、ちょっとね、BP のブースをちょっとご覧いただこうかなと思います。はい、じゃあちょっと1台ずつ見ていきたいと思います。一応全体がこんな感じで、結構今回はその海外とかのストリートのブランドが展示会で展示してるような感じでイメージして作りました。ブースだから今まで壁はなかったんですけど、こういう感じで壁作って、照明もつけてっていう感じで、でっかいスターターロゴの看板も作りました。はい、でまずですね、こちらパフォーマンスショッパーですね。一番本当は去年のジョインツで出す予定だったんですけれども、結構ねその間にだいぶ乗ってるんで、ちょいちょい傷ついてたりとか、そういうのはあるんですけども、できるだけ綺麗にして並べてあります。これ現車見ていただく方は結構初めての方が多かったと思いますので、はい、磨き残しは全然あると思うんですけど、それもかえってリアルなのかなと思って、そんな感じでやりました。はい、で続いてがハスクバーナーですね。これはジョインツではね、多分一台唯一の多分モタード車だと思うんですけど、これもね一つのバイク遊びとしてご紹介できたらなと思って展示して、結構見ていただける、見ていただいてる人も多かったので、これは良かったのかなという感じです。はい、でスターターロゴですね、はい、LED で、で後ろのブラックパレードのロゴもいい感じです。はい、で、メガ東海さんとのコラボの車両のローラーレースですね。こちらはまだここからカスタムまだ続くはずなんで完成ではないんですけども、せっかくねなので展示させてもらいました。はい、で最後に FXR なんですが、こんな感じでなんとかね丸松さんに頑張っていただいて無事形にはなりました。まだねマフラーステイができてなかったりとか、配線がまだ途中だったりとかするんですけど、一応ショーに持ってくれるぐらいにはしていただいたので、はい、かなりね LED の照明もあるので、このキラキラがかなり伝わると思いますが、かなりいいかなと思います。なんか外装派手なんですけど、意外とそこまで派手じゃなかったなと思って、全然いいんですけど、なんか意外とまとまったのかなと思って、そこが非常に良かったかなという感じです。ちょっとね多分今までの YouTube で出してないとか、ファブのマフラーが一応つきました。ただベーカーの6速がちょっと飛び出てるんで、マフラーステアはまたこれから作ったりとか、キャブもね無事つきましたし、あとシート下は今まだバッテリーとかが入ってないんで、あとそこの配線したらもうほぼほぼ火が入るんじゃないかなと思っております。こんな感じで、はい、ちょっと分かるか分かりませんが、フェンダー裏の黄色もねちらっと見えていいのかなと思います。はい、こんなもんかな。はい、こんな感じでですね、結構人は多いです。多分ね久々の多分カスタムバイクショーで、こんな具合で人はかなりいますが、皆さんしっかり、ここで楽しんでるような感じなので、バイスチャンネルお疲れです。携帯でしますよ。全然また後ほど。はい、なんでこんな具合で、僕らの裏にはねコブさんのブースがあったりとか、結構本当に近くに、知ってる人がかなり集まってたので、結構良かったかなと思います。で今回この壁側面にもBP のロゴ入って、一周ぐるっと壁作ってやったのも結構アパレルブランドらしいブースになったのかなと思います。正直服あんまりおかずでバイクメインであれなんですけども、こんな感じで一周ね、結構一時はここまで一周ぐるっとお客さん並んでいただいたみたいで、で物販がねちょっとややこしくて、非常にちょっと皆さんのねお手間を取らせてしまいましたが、なんとか一応無事商品もねほとんどなくなって良かったなと思っております。はい、そんな感じでまた今からちょっとね、ブースを開けてちょっとお昼食べたりして撤収がありますので、ちょっとね最後撤収の様子もちょっと撮れたら撮ろうかなと思ってますので、よければ最後まで、チェックよろしくお願いいたします。はい、じゃあまた後ほど。はい、というわけでですね、ちょっとだいぶ片付けが進んじゃってもうこんな具合なんですけれども、今回はね、こちらをいただきました。パフォーマンスショッパーの方にシルエットを置いてあって、一
一応このクールアワードをね、まあ、ちょっと賞的なやつを一応いただきましたので、まあ、今日はね、記念に持って帰って店に飾っときたいと思います。ちょっとねアナウンスがあって声が聞き取りづらいかもしれませんが、こんな感じでもうブースも片付け終わって、あとはまあバイク乗って帰るだけなんで、ちょっとどこまで音が入ってるか分かりませんが、バタバタであれですが、こんな感じでね、ジョイツ2021無事終わりました。またねちょっと店戻って改めてお礼など含めちょっと動画撮りますので、とりあえずひとまず店に戻りたいと思います。はい、はい、というわけで店戻ってきて片付けもねちょっと終わらせて、カメラ回しております。なかなか一日バタバタで、あの途中のね様子が全然撮れずで申し訳なかったんですけど、まあ、カメラマンがいないとなかなか難しいんですけれども、まあねコブさんの撮影とかもしたので、まあコブさんのブースとかはねまたコブさんのチャンネルの方でアップされると思いますので、そっちをねチェックしていただければと思います。はい、で、まずですね今回、ジョインツのブースね皆さん来ていただき本当にありがとうございました。そして物販の方も朝早くから並んでいただいて、めんどくさい購入方法でしたがとやっていただき、ありがとうございました。物販の方もですね、まあ、少しだけ残りがあるので、前回お話ししたように YouTube のねメンバーさん限定でまず先行で、販売して、まあ、残ったら一般でも販売しますので、メンバーの方は、コミュニティのところに、メンバー限定で URL を貼り付けますので、そこから、まあ、時間とかね、その辺含めて情報は後ほどアップし、もう多分この動画上がる頃にはしてるのかな、ありますので皆さん、よければそっちをご覧ください。はい、でそしてジョインツなんですけれども、まあ、今回はですね本当に今までとはちょっと BP のブースとしてもちょっと違うやり方をして、個人的には非常に良かったのかなっていうふうに思ってます。まあ今まではバイク1台2台と、まあ、物販の方がメインではあったんですけれども、まあ今回は物販を少なくして、で物販が終わった後はバイクをねゆっくり見ていただける、環境を作りたかったので、あんな感じにね、しました。で雰囲気的にもすごいなんか個人的には BP らしさが全開で出てたのかなっていうふうにも思いますし、一番まあ僕が良かったなと思ったのは FXR とスポーツスターのねチョッパーとビルのチョッパーとハスクバーナー、ローライダー S と、正直ね現行車とオフ車とチョッパーとクラブスタイルとかねスピードクルーザーって言われるそのジャンルの車両って全部バラバラだと思うんですよ。ただそれをなかなか交わらないと思うんですよ、チョッパーとオフ車っていうのは。なかなかとかチョッパーとクラブスタイルでもなかなかそうですし、クラブスタイルとオフ車っていうのもまあ通ずるものはあっても、やっぱりその並ぶとやっぱちょっとね全然別物だっていうところがあるとは思うんですけども、まあ、ブラックパレードのフィルターを通してカスタマイズすることによって、まあ、あの4台はすごいなんかまとまりがあって、あの全然違う車両なんだけどあの空間にあるもの全てっていうのはすごい統一感があってまとまってる印象、まあ、っていうふうには僕は思ってて、まあ、それをこう皆さんに伝えれたのが良かったのかなっていう。だから本当にバイクはどうこう関係なく、どんなバイクでも BP のフィルターを通したら BP っぽい車両になるんだよっていうのがまあ見せれたのが良かったのかなっていうふうに個人的には思っております。ちょうどいつも写真撮ってもらってる方に来ていただいて、まあ PV もまた P はねちょっと別日にちょっと編集に時間かかるんでまた別日に公開しますけれども、それとあと写真をね撮っていただいたので、まあ、サムネは多分全体の写真になってると思いますし、車両の写真もね、まあ、インスタにもアップしてますけれども、ちょっとね、せっかくなんで見て、ちょっとまた詳しく、まあ、さっきもね、動画で話してはいるんですけども、ちょっと詳しく、話していきたいなというふうに、思いますので、早速ね、FXR からいきたいと思います。はい、こちらです。はい。なかなかかっこいい写真ですよね。はい。で、まあね、さっきも言ったんですけれども、本当に派手に、まあ、もちろん最初はやっぱり、その前作ったダイナは、まあ、真っ黒で、その黒のかっこよさっていうのを作ったので、まあ、今回のエフェクサーのテーマとしてはもう派手でストリート感があってかっこいいっていうのが、まあ、やっぱり一番のテーマではあったので、まあ、本当にそれがね実現できたというか、めちゃくちゃ派手だと思うんですよね、そのタンク単体で見たりとかすると。ただこの車両にはめ込んだ時に本当に最初見た時に意外と派手じゃないなと思って、で結構あのそうやって言ってくださる方いて、やっぱり多分そのうまいことまとまったのかなっていうところで、あっち行ってこっち行ってっていう風にならずに、こう全部がこううまいこと交わると、やっぱりそのすごい派手なものでもそこまで派手に見えないのかなっていうのはなんか今回すごい実感してすごい良かったなと思って、本当にまああとこれからだから実際に僕が乗ってるね写真だったりとか映像を見るとまた多分違う風に捉えれると思いますし、
また街中でね写真撮ったりするとまたイメージもめちゃくちゃ変わると思うんで、まあ、そういうところを含めこれからすごい楽しみな車両ではあるので、またちょっと引き続きね丸松さんに頑張っていただこうかなと思っております。はい、で続いてこちらですね、チョッパーになります。で、まあ、こちらは本当はね去年のジョイントにね向けて作った車両で、まあ、1年ちょっとか、過ぎてしまったんですけれども、まあ、その間にもね、まあ、ちょっとハンドル変えたりなんか役に変えたりちょこちょこってやって、まあ、実際に乗りやすく、もうちょっとその、まあ、この車両と付き合う時間が長かった分いろいろとその見えてきたこともあって、でやっぱりこの車両は本当に生で見てもらいたくて、やっぱりやってることっていうか作り込みっていうのはその普通のやっぱりそういうクラブスタイルだったりとかスピードクルーザーとはまたやっぱり違って、どうしてもやっぱり現行車とかクラブスタイルとか、まあ、スピードクルーザーとかもそうなんですけど、どっちかっていうとまあボルトオンがメイン、あとはまあどうパーツをセンスよく組み合わせるかっていうことがまああったりとか、まああってもとか車種が違うものを加工してつけたりっていうのはもちろんあると思うんですけども、こういうチョッパーベースとかチョッパーになるとやっぱ基本的にはもう全部作り物っていうのがまあ多かったりするんですよね。だからこのスポーツの、まあ、このビュエルに関してはタンク、フェンダー、リアフェンダー、ね、フェンダーストラットとかに関してはもう全部ワンオフで作ってもらってるので、まあそういう形の作り方とか、収め方っていうのはやっぱりまあその作った人のねセンスが出るとは思うので、本当にこれは現物を見ていただくとまたよくよこの車両の凄さが分かるのかなっていうのは思ってたので、本当に今回皆さんにお見せできてよかったなと思ってます。でありがたいことにね、先ほどもお見せしましたけども、こちらのクール賞をねいただきまして、まあアワードまではちょっといかないけどっていうのでも本当にこれでもねありがたいことで、前回スポーツガイドでもこちらいただいて、リピートした2個目のあれでね、まあ、本当はねでっかいアワードもらえたら嬉しかったですけど、ありがたく、頂戴して店に飾っておきたいと思います。はい、でハスクですね、こちら、はい、ハスクに関してはまあ本当にねジョイントでは本当にオフ車1台いたのかな、オフっぽい車両1台いたんですけど、でもまあなかなかやっぱりこのモタードっていうジャンル、しかもそれがそのね一般の市販車 WR とかではなくハスクのレーサーでモタードっていうのはなかなか生で見れないと思いますし、僕も今まで見たことないんで生で、まあ、それをこうやって展示して、まあ、ハーレーだけじゃなくてこういう面白い、まあ、乗って楽しいバイクに興味持ってもらえたらいいなっていうのもあったので、これは本当に展示してよかったかなと思ってます。まあ、BP らしさもすごい出てると思うんで良かったかなと思います。はい、で、最後にローラベースですね、まあね、これも本当にいつも言ってますけども、まだ制作途中ではあるので、これからメガトカシさんとね、まあ、予算の都合もどうしてもあるのでとか、まあ、あともちろんその通常業務もあるのでなかなかこれに手つきっぱなしっていうことができないとは思うんですけども、長い目でもともとねそういう予定ではあったので、長い目で、こちらの車両仕上げてって、まあ、最終的にかっこいい車両になればいいかなと思いますし、まあ一応ねテールセクションをちょっとやろうかなと思ってて、まあ、今見積もり取ったりとかいろいろしてる最中ではあるので、まあ、ちょっと実際それがゴーできるか分かんないんですけれども、まあ、その辺含めてちょっとやってきますので、まあ、こちらもねまた動画でアップしますので、引き続きチェック、いただけたらと思います。はい、で、まあ、今後なんですけれども、まあ、BB としてはシーズン13がもう8月で終わりで、シーズン14が9月から、まあ、秋冬としてね始まりますので、まあ、アパレルとかに関してはどんどんまた秋冬ものがいっぱい出てきますので、引き続き楽しみにしてもらえたらいいかなと思います。今年末のねロッドショーは、まあ、開催されるかどうかはちょっと分かんないんですけども、おそらく多分 BB としてはちょっと参加はしないので、もし出るとするとまたじゃあ来年のジョイントになるのか、まあ、ちょっと状況が読めないんで分かんないんですけれども、またそれに向けて動いていきたいなとは思うんですけども、ただまあ今回みたいにじゃあ車両を一から作って展示っていうのは多分もうこれで終わりかなと思ってます。やっぱりまあ僕自身もそんなに車両まあ作ろうと思ったらやっぱ何かを手放さなきゃいけないので、まあ、そうなった時にちょっと今のところ売る予定もないというか、はい、気に入ってる車両たちばっかりなんで、まあねもちろん、まあ、そういうオファーがあれば分かりませんけれども、はい、なのでまあ次は本当にまあアパレルメイン物販メインで、ブース作りしたりとか、なんか面白い企画を考えられたらいいかなと思ってますので、また続報はね近くなったらチェックしていただければと思います。という感じかな。まあ本当にね一番はね本当に皆さん来ていただいて現物見ていただいたのも良かったですし、ちょっとね本当に物販のやりづらさというか紛らわしさは本当に申し訳なかったなと思ってるんですけれども、皆さんちょっと、時間かけながらでもやっていただいて本当にありがとうございました。
はい、そんな感じで今回のねジョインツ2021あ非常に僕的にもやりがいのあるイベントだったので、ね、皆さんとお会いできるのも楽しみにしてますし、本当に、ね、普段なかなかこうやって画面越しだと僕のことは多分皆さん知ってるんでしょうけど、僕は皆さんのことなかなか顔と名前が一致しなかったりとか乗ってる車両が一致しなかったりするので、まあなかなかねその、イベント会場だとちょっと時間がなくてあんまり喋れなかったりするんですけれども、またそういう機会でもねちょっとあればまた皆さんとお会いできたらなと思ってますのでよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今回はですねジョインツカスタムバイクショーが無事終わりましたので、動画をさせていただきました。また搬入の動画もちょっと走行シーン撮ったやつがあったりとか、あとさっき言った PV も今、編集尽くしてもらってるので、その辺がねまた週末とかにアップできたらいいかなと思ってますので、楽しみにしていてください。はい、というわけで、本当にね、今回ご来場いただいた皆様ありがとうございました。また来れなかった方はねまた、次の機会にお会いできたらなと思っております。はい、というわけで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。